皆さんこんにちは、ジェイミー記者の山内です。これからトマトの選果ラインの手のせ作業について説明していきます。皆さんはスーパーやお店に並んでいるトマトがどのように農家から届いているかご存知ですか？ここ JA 三重北木曽崎選果場では10月から7月頃までトマトの選果を行っています。今からその様子をご覧いただきましょう。生産者が収穫したトマトはここ荷受けラインに持ち込まれます。運び込まれたトマトは荷受け処理をした後選果ラインへと送られます。ここから選果ラインがスタートします。では選果ラインの手のせ作業の説明をしていきます。まず作業準備です。このように手袋をつけて帽子をかぶります。また機械に巻き込まれないように身だしなみをしっかり整えます。作業準備をしっかりしてからラインに入りましょう。トマトの入ったコンテナが1階から上がってきます。コンテナが流れてきたらローラーで手前に引き入れます。まずは一玉手に取って傷や割れがないかを確認します。規格外品のトマトはこちらのコンテナに避けておきます。また汁が出ているトマトなど廃棄するトマトはこちらに入れてください。次に秋、夕、無の3種類に見極めます。秋は形が丸く傷などが極めて目立たないもの。夕は形が少々悪く傷などが目立たないもの。無は夕より形が悪く傷などが少々目立つもの。では実際にトマトを選果ラインに乗せていきます。流れてきた空のバゲットにトマトを一玉ずつ乗せます。このようにヘタを下にしてバゲットの中心に置きます。そして U のトマトを置いたときは水色のボタンを押します。 M のトマトを置いたときは青色のボタンを押します。このとき誤って両方のボタンを押さないように注意してください。このような印のついたバケットはバケットが故障している目印ですのでトマトを乗せないでください。この作業を繰り返していきます。とても早い作業に見えますが作業を繰り返すことで徐々に慣れていきます。コンテナが空になったら回収レーンに流します。これが選果ラインの手乗せ作業になります。